先春は、安土桃山時代の天台州の僧侶、アジャリ、足浦観音寺旧世十字。属性は、西川氏。大見国志は軍四家に数えられる西川氏の出身で、父の名は、西川照綱、母は、つもり氏。西川氏は、足利義政に仕えた観音寺、第六世、秀則以来、観音寺に仕えつつ、十字を独占して排出する一族であった。 おじの七世、義国の第二は、織田信長に仕え、兄の八世賢鎮は、織田氏、ついで、豊臣秀吉に仕えた。ひえい山延暦寺斎藤茶藩の聖郷某千雲に、指示。天正十一年、信長のひえ山や木内によって荒廃していた、延暦寺の根本中道をはじめ、ひ吉社に飲み屋者本殿や同社、僧房の再建に尽力し、事情を、ひえやに寄進して、 その最高を助ける。ケンチンは、天正17年に自弱し、その後継として、観音寺を継ぐ。先春は兄に引き続き、秀吉に仕え、その治療を安堵される。また、大見国内の倉入地3万8千余石の大官琵琶湖の湖上船分行を任されている。文禄元年、文禄の役の際には秀吉に随行し、琵琶湖の過去を率いて、非前名古屋城に、 在陣した。秀吉没後の継承を5年に没。墓所は、比叡山斎藤の北谷その後は、老いの朝県が継ぐ。直後に起きた、関ヶ原の戦いより先は、徳川家康に従い、治療5 5十余席の安堵を受けている。また、水目上船奉行も17世紀後期まで代々、継承した。ありがとうございます。